死に損ないの青は、おついっちの長編小説、およびこれを原作とした漫画作品、日本映画である。小学生の正雄は、人の目に非常に臆病な子供だ。正雄は入りたかった、飼育委員になる、決定の話し合いに参加する機会を逃した。話し合いが行われた事情を知らなかった正雄は、希望者のうち二人が辞退したという話を聞き、 飼育委員の枠ができたと思い、クラスの担任教師である羽田に自分が飼育委員だと伝えてしまった。羽田は正サが嘘をついたと思い、羽田からの憎悪を買ってしまった。正サは弁解する勇気もなく、羽田はことあるごとに、クラスの問題を正サに押し付け、正サは羽田だけでなく、クラスメートからもいじめを受けるようになる。追い詰められていく正サの前に、 ある日真っ青な姿をした少年、青の姿が現れ、彼の支えとなっていく。しかし青は、正鬼に自身を傷つける羽田やクラスメートへの反撃を、そそのかしていく。2001年10月に、検討者から文庫本が発売された。ISBN43 億4440万16382003年9月に、 山本小鉄氏の作画により、検討者から制作された。同原作者による、暗いところで待ち合わせ、幸せは、子猫の形を、同時収録している。ISBN43 億4480万29182007年夏に、静岡県富士宮市などで撮影され、秋に完成。2008年8月30日に公開された。撮影場所は、 富士宮市立上野小学校。老朽化によって2008年から校舎建て替えを行う取り壊し前の校舎を使って撮影された。本編の DVD は2009年1月21日発売。ありがとうございます。